テレポビズ。日産自動車の元会長カルロス・ゴーン被告の報酬をめぐる事件の裁判で、日産の元代表取締役のグレッグ・ケリー被告に懲役2年が求刑されました。この事件はそもそもどんなものだったのか、今一度振り返って事件の全体像を解説します。今回の裁判の被告となっているケリー被告はゴーン被告の側近と言われ、アメリカの弁護士資格を持ち、日産の法務や人事を担当する役員でした。そのケリー被告は2018年11月にゴーン被告とともに逮捕されます。ケリー被告が問われた罪は、会社の業績などを投資家に説明するための資料、有価証券報告書にゴーン被告の役員報酬を91億円余り少なく記載したというものです。そもそもなぜ少なく記載する必要があるのか、その背景になったのが2010年に新しく導入された役員報酬の個別開示制度です。金融庁は報酬額が1億円を超える役員について有価証券報告書での公表を義務付けました。多額の報酬をもらっていたゴーン被告は、十数億円の報酬が世間に公表されると違反が大きいと考え、公表額を抑える方法を検討することになりました。その検討になったのが、法律家としての知識があり、ゴーン被告の信頼の厚かったケリー被告です。では、どのように公表額を低く抑えるのか。これが裁判で大きな争点になっています。検察側が主張しているのは、未払いの報酬のスキームです。未払いの報酬のスキームとは、もともともらう予定だった報酬額の一部のみを公表し、残りの報酬の支払いを先送りにしようというものです。検察側は論告で未払いの報酬を裏報酬と表現して、ケリー被告がゴーン被告の退任後に顧問料などの名目で支払おうと検討していたと指摘しています。一方のケリー被告はこれまでの裁判で、退任後に支払うことは決定していない、未払いの報酬などないと主張しています。その上で、仮に未払いの報酬があったとしても私は認識していないと、ケリー被告側はゴーン被告らと共謀していないとしています。しかし検察側はゴーン被告の退任後の顧問料などについての契約書にケリー被告のサインがあることなどを指摘し、ケリー被告も未払い報酬を認識していたのは明らかだとして共謀があったと主張しました。検察側は外部の弁護士に相談したメールなどから、ケリー被告が2010年から支払い方法を検討していたと主張していて、綿密に練り上げられた枠組みをもとにした長期間にわたる犯行で悪質性が高いと犯行の計画性を指摘し、懲役2年を求刑しました。裁判は10月27日に今回の論告に対する反論となるケリー被告側の最終弁論が行われ結審する予定です。無罪を主張しているケリー被告が改めて未払いの報酬の認識について何と主張するか注目です。最後までご覧いただきましてありがとうございます。テレビ東京の経済ニュース、経済番組をもっと見たいという方は、こちらの画像をクリックして動画配信サービステレ東ビズにアクセスしてください。どうぞよろしくお願いいたします。